け。よろしくお願いします。ということでお願いします。もう抱きつめてと思うな。お願いします。ごめんなさい、座り位置合ってます？はい、なんか台本見たら飛びどころの真ん中でって、なんかあんまりトークで視界回すやつが真ん中ってないですよね。ヒーローセンターみたいになってますね、これ。どうします、席替えします。このメンバーでちょっと赤木団の森作りについて語っていきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。座り位置で、お互いの声ちょっと聞きづらいんだったね。あの、マイクの感じで。そうですね。じゃあゆっくり喋りましょう。絶対この座りおかしい。どうですか、大丈夫ですか。まあじゃあちょっと、まずはそれぞれの自己紹介からということで、一応今日あの皆さんのお話を伺う、ファシリテーターとしてやらせてもらいます。美しい森作りにはだいぶ関わらせてもらって、小森屋さんとは地元のお友達ということで、この人がいかに変わってて、変な人かっていうのもだいぶ分かってて、はい、でもやっぱ森作りをみんながね共有して、いい方向に持っていけるっていうのは大事なことだなと思って協力させてもらっているということで、今日は、頑張りますのでよろしくお願いします。富田です。お願いします。皆さん、拍手ってすごい大きいですよ。ちなみに言っとくと、あの手のひらって体のどこよりも毛細血管が飛んでるらしいんで、今ちょっと体調寒いでしょ。なんで手で叩けば叩くほど、温まるし、元気になるし、若返りますから、はい、ぜひね、拍手で、拍手でお願いします。4人は大丈夫？寒くない？大丈夫？はい、ちょっと寒さはありますけど、この照明で抱きつけられるんですよ。ハロゲージさんみたいに温められるね、本当にありがたい限りで。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあまずは今回エコ隊長という役割のさやきから自己紹介を。はい、赤木団の、森づくりをやっているエコ隊長をしています、さやきこと加藤さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エコ隊長っていうのは何ですか？まあ一応あの士気を高めるだけの担当です。みんなやるぞっていう士気を高める役割。そうです、そうです。あの本当にあの最初に朝礼をやるんですけど、その時にもやるぞやるぞやるぞみたいな感じで、なんか聞いたことあるんですね。やるぞやるぞ、似たようなの聞いたことあるありますか？そうや、あのみんなでこうやって、もうわーってみんなの意識を高めて。なんか今までね、さやきとも長い付き合いだけど、エコ隊長なんて言ってるの聞いたことなかった。あ、まあ、俺今回のイベントのためだけに取ってつけたのが意外とちゃんとあったんですね。そうなんですよ。でもエコ隊長になったのは6年前くらいかな。いや結構長いじゃないですか。6年エコ隊長やってるやつは日本に一人もいないと思うんですよ。すごいですね。やったエコ隊長6年のさやき。はいはい、あのご自身のプロフィールみたいな、もしかしたら赤木団自体は知らない方もいると思うので、はい、なんかブラインドアイドル的なところの話なんかも伺えたらなと思うんですけど。そうですね、はい、私は赤木団の初期メンバーの、はい、やってるんですけれども、2011年から活動させていただいていて、はい、あの普通にやっていたんですが、3年ほど前にちょっと脳腫瘍が見つかって、でそこからちょっと視神経の圧迫があり、現在は目が見えない状態で赤木団として活動しています。ブラインドアイドルという名前を勝手に名乗っております。お願いします。はい、お願いします。はい、どうぞ。じゃあ続いて、また行きましょうか。まだでいいですか？順番では。いや、じゃあ順番行こう。いいですよ、来る順番が分かってた方がいいですね。そうそうそう、次待ったんだと、私の中が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 苦しめることができる。はい、赤木団の学級委員、ひーちゃんこと武井ひとみです。よろしくお願いします。ひーちゃん、よろしくお願いします。学級委員っていうのはこれは？あ、これは多分しっかりしてるっぽく見えるからっていう。なるほど。しっかりしてるっぽく見えるってことは、しっかりしてないってこと？いや、実際あんまりまとめてないかもしれない。本人にこんなことを言わせてしまって、真面目で、真面目で、しっかりしたしっかりものです。じゃあね、今回この、森作りの話に選ばれてっていうことでね、はい、どんな気分ですか、今？なんかすごく不安だったんですけど、はい、なんかどうしようみたいな、森
のことが詳しいわけじゃないので、なんかどうやって喋ったらいいんだろうって思ったんですけど、この2年生の頃からやってるので思ったことを喋ろうと思いました。2年生っていうのは何の2年生ですか？赤木団2年生。いや、小学校2年生。小学校2年生だ。ああ、なるほど。で、今が何年生なの？中学1年生です。すごいね。めちゃくちゃ関わってるじゃないですか。長く。なるほど。じゃあその辺の思いなんかを今日語れたらいいなみたいなところでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。ああ、ありがとうございます。2人がこのね、森作りのあれにお願いしますみたいなんで、一応楽屋で挨拶来てくれた時に、はいはいはい、本当に緊張されてて、あのその何ですか、怯えた目っていうんですか、その目が僕に向けられてたんで、よかったね。あんだけいろいろ共演してきて、俺にこんなに怯えてるんだと思って、そしたらこのステージ自体がね、結構あれだっていうことだったんで、ちょっと安心したところがあったんですけど、全然、りーちゃん喋れてるよ。大丈夫。すごい、リクリク出てるね。何級いいんですか？よろしくお願いします。はい、お願いします。心配ですね。はい、赤木団の吉田葵です。よろしくお願いします。お願いします。なんかないですか？あおちゃん、いや、高校体験学級委員で来て、あおちゃんは、あおちゃん、はい、なんか、あだ名とか、いろいろ、あだ名は一応あのガブリエルっていう、可愛いでしょ？赤木団のガブリエル、あおちゃんですか？あ、そうですね。一応理由聞いておこうかな。これはなんかなぜか急にお父さんにある日突然ね、ガブリエルって言われたんですよ。ガブリエルって呼ばれるのがないだろう。ないですね。もうそれで返事をしちゃったってこと？そうです。ある日突然お父さんにガブリエルって言われて、はいって言ったからガブリエルだったんだ。そうなっちゃったんです。すごいな。じゃあエコ隊長、はい、学級委員、ガブリエル、よろしくお願いします。はい、いいですよ。一応ちゃんは森作り、赤木団の森との関わりみたいなところをちょっと伺っていいですか？私もひとみちゃんと同じで、はい、小学校2年生からやってます。すごいね。で、今が？今が中学1年生。中学1年生。じゃあ、同じ期間ずっと、ひーちゃんとあおちゃんはやってきたってことだね。そうです。なるほど。じゃあ、その辺で感じたこと、思いみたいなのを、じゃあ、この後お話聞けたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ガブリエルです。お願いします。じゃあ、最後に。はい。アドリアの末端こと、天田亜美です。私、なんだろうな、肩書きとしてつけるとしたら、一応、一応、なんかある、あります。そうなんですよ。環境 SDGs ファシリテーターとしても、皆さんの、ね、前でちょっとお伝えしたりとか、伝えたりっていうことも、最近ね、ちょっとやらせてもらってます、環境 SDGs ファシリテーターのまったこと、天田亜美です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ファシリテーターの仕様の話なんだけど、それ何だかっていうと、じゃあ会場の皆さんに何かそうですね、簡単にご紹介いただけたら、ね、皆さん、SDGs ね、よく聞くと思うんですけど、その中でも環境に対する環境 SDGs っていうのはね、環境に特化した SDGs のことのファシリテーターでやっぱこう皆さんにお伝えしたりとかする役割を持ったりとか、はい、そうよね、群馬県がやってて、群馬県が県民200万人に伝えていかなきゃならない。さあ誰にやらすかってなって、マッタが選ばれてるんですよ。そこが、赤木さんって言われて、いやいや、マッタって。はい。勉強させてもらったんですけど。実際本人的にはどういうあれだったの？なんか私みたいな感じで手を挙げたのか。まあ。私、はい、そうですね、やります、行きますよ。じゃあ、エコ隊長はエコ隊長の役割があり、はいはいはい、学級委員の役割があり、ガブリエルの役割があるから、そうそうそう、まだ空いてるところのところに走っていくとっていう。なかったから、そうですね。結構ね、はい、重たいこのね、難しい話題じゃないですか。そうなんですよね。勉強することも多い中で、一応そのファシリテーターとしてね、活動されてるということですか。はい、じゃあね、そのファシリテーターの目線が、はい、そうですね、意見を言えたら、いいかなと思います。正直、めちゃくちゃプレッシャーだね。そうなんですよ。結構ね、難しい、ね、課題とか。肩書きなんか全部捨てたお話で、フラットな一市民として喋るのがどんだけ楽かって。そうですね。それだけで林業関係の人とかも一緒で、そうですね、林業の専門家っていうのを背負った途端に、やっぱおしゃべりってすごくしづらくなって、間違えることが許されなくなったりするから、
から、なんかその窮屈さね、あんまり感じずに、ね、ちょっとフラットで思ったんだと思います、ね。はい、じゃあよろしくお願いします。この5人で、大体1時間ぐらい、4、50分喋らなきゃいけないということで、はい、前回与えられた時間をですね、ちょっとね、ギブアップして、10分ぐらい巻いて終わったっていう、そういう歴史がありますけど、そうですね、できるだけね、はい、楽しくお話ししていければいいかなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、小森田さんからですか、はい、なんか配布資料の説明を、これ僕が言っちゃっていいですか、はい、なんか皆さんのところに配布されてる資料があるということで、それが僕らが喋ったことの、はい、文章化、文字起こししたものらしいです、はい、で、まあ、いろんなことをこの森作りを通じてやってきた中で、その文字起こししてて、今回、まあ、お家に帰って、読んでいただくということかなと思うんですけど、1時間聞いて、あいつら結局よく何言ってるか分からなかったなって時は、それを見ていただけると、こんな風に思ってこういう風に感じたよみたいなのが分かるかなって思います。はい、よろしくお願いします。はい、こんなところで大丈夫ですか？はい。すごい監督みたいですね。確かに。ご飯とか。代表監督の、今で言うと WBC かも。まあ、とりあえず森君のお話ししていくということです。今日はね、3.11 だということでまた一つの縁なのかなと思ってて、はい、まあ、その辺のところも気にしながら、我々人間が便利さ、豊かさを追求していって、森とかのね、多分大切さ、大事さみたいなのも多分あるんでしょうけれども、豊かすぎて便利すぎてあんまり目を向けることもなく、僕ら関わることもなくなっているというところで、まあ、赤木団さんみたいなね、方たちがこうやって森作りに関わってくださっているというのは多分大きなことなんだろうなと。で、本来ね、関係者、専門家の方たちが一生懸命やってると届かないところまで情報をもしかしたら赤木団さんのおかげで届けられるみたいなのが多分役割としてあると思うんで、なんかそんなところなのかなと思うんですけど、ちなみに赤木団の森作りが始まったきっかけみたいなのをちょっとおさらいしていきたいなと思うんですけど、うん、これ誰に送ったらいいですか？これ真ん中めちゃくちゃ大変ですね。なんか大変ですね。はい、うさよみで。どっちが？これはですか？エコ隊長。エコ隊長。今エコ隊長ちょっと自信がなかった。自信がない。大丈夫。できました。2人はさ、はい、初期メンバーじゃんかな。はい。だからこれ始まった時には、はい、理由みたいなのがちゃんと説明されて始まったのか、もう赤木団の動きとして、やるんだよっていう強制というか、もう逃れられない状況から入ってきたのかって、その辺ってどう思うの？決まってましたよね。そうですね。特にこうやるから、こうやりたいんだけど、みんなどう思うとかはなくて、もうやります、みんなでやろうみたいな、もう決まってました。始まったのはいつ？2012。そうですね、森作りは12年。それはさっきのあーちゃんの発表されたんですか？ね、一応あーちゃんもマイクは持ってるということで、今日あんまり出しゃばんだで、ステージを下ろされたらしい。そういう理由なの？いつ2012だよねって言ってたんです。じゃあさ、ちなみにアンカンミンカも2011年スタートなんですよ。結局僕らってね、多分ある種震災でなんか当たり前とか、そういうこう今まで当然だったものが崩れた時に、なんか考え直すタイミングがついたので、ね、始まったプロジェクト で、その2011年で始まって、2012年にはもう森作りを始めたっていうことは、かなりなんか中心的なプロジェクトですよね。そうですね、やっぱりその時にね、関わってくれてたスタッフさんが、やっぱこう地域貢献、やっぱ地域の方にこう応援してもらえるようなアイドルになるには、そういう地域貢献を地区のね、地域の皆さんと一緒にやるのがいい方法だよっていうのを助言してくださった方がいて、そこからあ、じゃあ何やってみようっていうので森作りっていうのに結びついた。どうしたの？それ森を作ろうっつったって、急に森が降って湧いてくるわけじゃなくて、まず土地探しから始まるわけでしょ。結構でっかいプロジェクトだなと思うんですけど。そうですね。なんだろう、誰か財閥がいる。財閥がいる。ちょうどそこにね、こちらに。あ、吉田さんが。はい、吉田さんがいるので。当時、はい、関わらせていただいた吉田です。なんか今関わってないみたいな。バリバリやるよ。なんか地域貢献をっていうところだったんですけども、はい、そこで、赤城自然塾 の、うん、小林さんに出会ったんです。なるほど。はい、で、こういうふうに今赤城山がなってるから、はい、こういうことをしてみたらどうですかっていうのをお伺いして、うん、で、あ、じゃあそれしてみようかなっていうことで今に至ってます。
当時本人らにはこういう意図があってこうだからこれをやっていくんだよみたいなことって共有はあったんですか？そうですね、はい、いろんな、ね、ところで赤木団っていうこういうお父ちゃんアイドルっていうのができたのが珍しいじゃないですか、はい、でこういう子たちができたのでいろんなお仕事がこうできますよっていうふうに言った時に、はい、あんまり受けが良くなかったんです。え、そうなの？はい、そうなんです、ステージで、はい、歌って踊って、はい、そのイベント自体を賑やかしてる、はい、僕はこれ一つの大事な役割だと思ってるんですけど、はい、これだけだと意外と世間は認めてくれなかった、はい、そしたらなんで認めてもらえたかなと思った時に、はい、私たちはこういうことをやってるっていう何か主軸がないといけないなということで、はい、させていただいてました。で、この赤城団の赤城と赤城山がだいぶいい感じで引っかかったっていうのがあったんですかね、はい、そうですね、それはありました。ですです最近です最近そうですそういうことです大丈夫ですそうです。今後は行こたいと思います。それ言っていきます。そうだ、今後は言ったらいいな。今後言っていきます。でも実際それそこまでじゃなく、はい、共有されてなかったってことだよね、多分ね。今もしかしたらちょっと知ったぐらいの。あ、でも後々にね、知っていくことにはなるんですけど、その決定というかやり始めた時にはやるんだっていうか、ね、一つ重要なことってさ、はい、要するにアイドルをやるにあたって、はい、やっぱりこうステージの上で歌って踊ってっていうのはアイドルの本道本筋じゃないですか。です、ね、いくら事務所が言ったとはいえ、はい、あなたたち今日から木切るからね、森座ってるからねって納得できない気持ちが合わない部分はめちゃくちゃあったと思うの、はい、でもやめるわけにはいかない、私は続けたいんだで、ある程度は付き合えると思うんだけど、それをこのもう11年、12年ですよ、はい、続けてきてるってすごいことだなと思うんですけど、その辺の気持ちの変化みたいなの聞いていい？じゃあ、終わったから。はい、はい、あ、でも最初どうだった？最初、でもそんな、キーキンのみたいな、そういうね、植林すんのみたいな風には思わなかったかもしれないですね。なんでなんかどういうそうですよね、なんでだろう。もう水曜日のダウンタウン確かに、確かに部屋に砂撒かれても何の文句も言わないけど絶対嫌だろ。でも確かに、でも目隠しされて、変な車乗せられても意外に言わないと、はいはい、いや、でも確かに言われたことは言います。的な精神だったかもしれない。でも、そうですね、はい、なんか、じゃあちょっとそんなに段差もなかったの最初、うん、そこまではやるんだ、へえ、やってみようか、やってみようか、いいみんなね、そう、みんなも来てくれるし、はいはい、いい。久しぶりのファンの皆さんって結構いたの？そうですね、はい、当時も結構来てくださりましたね、はい、でも徐々にどん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 こう増えていったりっていうのもあって、はい、確かにみんなでなんかこう同じ作業をするっていうのは、そのイベントがなんか初めてっていうか、なるほど、ね、またライブ見る側と踊る側みたいな、ライブの一体感と違う一体感、そうですね、そうですね、同じ、じゃあ私こう掘るからみたいな、じゃあ僕が苗木をみたいな、そういうなんか共同作業的なのは、なんか思想とでもそういう感じですよね。そういうのなんか新鮮ではあったかもしれないです、その当時から。新しい形だなって思います。そうそうそう、そうです、そうです。いや、ファンの皆さんもびっくりでしょ、だって私たちはこうね、ステージの上の若木さんを見て、うん、この光るやつ振って踊ったり掛け声したりっていうのがアイドルのシンプルな応援じゃないですか、うん、で、気づいたら穴掘ってて、気づいたら木植えてて、結構意外だよね。そんなの想像もしないことじゃないか。そうですね。でもそこにはそこでなんか得るものがあったってことがあった、うん、そうですね、やってみたらやっぱこう楽しかったっていうか、っていうのはあります。はい、山の作業する時とかそういう格好でやる？あ、違います、まさか、まさかこれ違います、本当にね、汚れてもいいズボン、長靴と。じゃあもうマジでステージの上のアイドルじゃない？そうなんですよ、普通の人ですね、多分汗だらけだし、お化粧持ってるし、じゃあジャージセットに行ったりするってこと？それこそジャージセットまでは楽じゃないですけど、多少じゃ可愛らしい、多少は気をつけて、山ガール、山ガール、そうですね、ぐらいの。はい、確かにな、アイドルの山がある格好を見れるってやったらそれは嬉しいかもな。そうですね。とはいえ穴掘って木植えたくはないなって思うけどな、うん、まあそう今考えると確かにって思うんですけど、その時はなんか受け入れてた自分がいた気がします。なるほど、なんとなくその気持ちって、うん、どういうふうに変わってくるのか。あ、でも、はい、そうですね、まあ、辛い時期があったってね、さっき。あ、そうですね、木が育たなくて、いつまでやるんだろう、この作業みたいな。毎回同じとこありましたけど、毎回なんか木植えてないみたいな、本当にどうなってるの？植えても何も
だよみたいな。そう、そこが長かった。いつもずっと赤木団の苗木状態。そう、苗木がされてるかなんかみたいなので、そこは確かにちょっとなんか、なんであれかな、こんなことずっと続けるのかなみたいな、早く育っちゃわないかなみたいなのを思ったかもしれない。なな、はい、ですね。でもそうですね、そういうあーちゃんの発表にもあったように育ってきたんですよ、急に。そこで、あ、すごい自分なんか森育てちゃったっていう、なるほど、こう責任感も芽生えたし、なんかその一つのことなしとか言ってた。面白いね。けどそうやってうまくいかない期間があって、はい、苦しかったの、うん、なんだろう、こうね、よく言う膝曲げてる期間があったからの伸びた時にやっぱり喜びを感じたんだ。そうなんですよ、すごい森だなって自分たちの森でしたって思いました。そんなキラキラした顔で喋ってくれるのが嬉しいですよ。いやでも本当なんです、これは。はい、そんな感じで、ね、喜びやら嬉しさとか現場監督が指示して、あ、どうしました。いや、なんか2人で聞いてみる。あ、そうですね、そうですね。今まだマスターの番。ごめんなさい、いっぱい喋っちゃった。監督、シャシャイ出てこないの。あなたがシャシャイ出てくると後ろの人みんな見えるから、それ隠れてるつもりで分かんないつもりになるけど、みんな分かるから、とにかく今カンペ出されたなって分かっちゃうから、やめてください。すいません、すいません。あれさ、あの動き前回もやってたよね。あ、そうですね。長めの教授でも同じことやってた。こうやってこそこそ隠れてくるんで、全員に見えてる状態で指示を出しに来るっていう。まあそんな感じで気持ちが変わっていって、はい、じゃ あ, あの、はい、今現在の気持ち聞いていい、そうしたら。今現在はこうやって、プロジェクト一緒に皆さんでやらせていただいたりとかして、なんだろ う, こう次のステップが必要なんだなっていうことに気づいたんですよ。令和2年のだから林健さんに入ったのが結構でかい、ね、そうなんですよ。なんで、はい、そこが、あ、なんかこのまま野ざらしの森じゃいけないんだっていう、なんかこう考えるきっかけになったのがこの回ですね。なるほど、はい、怖いよな、ただたださ、最初はやらされてスタートして、うん、まあ、グループとしてやんなきゃならないんだって、はい、そうやって事務所が判断してるんだっつってやり始めた森作りで、はいはい、まあ、とにかくみんなと楽しく、私が穴掘って、うん、ファンの方が木を植えてつって、育ったらいいね、ダメだった、で、すくすく育った、うん、ああ、森ができてきたらいいのに、今度は美しい森とは何かっていうことで、パネルディスカッションするような状況になるって、はい、どん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 これね、難易度上がってきてる感じなんですよ。なんかすごいことをやってきたんだなっていう。で、今またこの期間がもしかしたら我々にとっては枯れてる期間で、またうまくいかない、うまくいかない、なんかあるから、また今度これが、ね、群馬県の代表として今回出たみたいな、あれが全国的に評価されるような段階になったら、またやったーみたいなタイミングが来るみたいなね、なんかそんなところですよ。はい、はい、そんなところです。ありがとう。はい、じゃあまた、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。頑張ってください。いいね、なんかね、すごい、本当に一緒に歩んできてるっていう感じがね。じゃあ最近に。はい。え、最初ですよね。最初、はい、歴史を振り返って。あ、本当ですか。マッターは特にって思ったようですけど、はい、私はもう全然みたいな感じでした。え、その絵はどっちの絵？え、なんでやりたくねえなの。どちらかというとそちらの、そうですね。なんかやっぱり踊って歌ってをやりたくて入ったのに、なんか長靴を履いて、でヘルメットが強制なんですよ。で、アイドルなんて髪型とか気にするじゃないですか、前髪とか。そうだよ。もう前髪絶対崩しちゃいけないとか思ってくるのに、もうなんかもう、なんであろうかかぶれみたいな言われて。汗だってさっきの話じゃないか、隠しさ。あ、そう、汗だってです。もう化粧とかね、何も落ちちゃうのね、どうしよう。はい。なので、とはちょっと思いました。行きたくねえなんか出てはなかったんだけどね。やるすつんならしょうがねえかっていう。あ、そうですね、もうなんか決まっていることなので従いましょうっていう最初はやって、最初はさすが1期生ですよね。この1期生のはね、やっぱり我々ってさ、僕もあの住みます芸人1期生なんで、やっぱりね、分かるんですよ、何となくこれ合ってんのかなとかって思うことある。やっぱり事務所側もそうだし、吉本側もそうだし、わかんないですよ、やってる側がうまくいくかどうかわかんないこと、うん、たくさんあって、全員の頭の上にハテナが浮かんでる状態でやることが結構あって、うん、吉本なんかも100本芸人で映画作るんだっつって、いろんな人が監督になって、で、我々若手芸人がノーギャラでその現場に行って、俳優の真似事みたいなことをして100本映画を作るっていうのをやったんだけど、やっぱりね、途中で予算が尽きたらしくって、100本行かず20本ぐらいで終わった。すごくない？すごい会社なんだよ。変わらず。その間も
私は頭にずっと疑問が浮かびながらずっと従い続けた。あ、そうですね。そういう気持ちですね。大事だからね、誰も正解知らないから。そうですね。で、話戻そう、はい、そんなに嫌だった、まあ、ちょっと嫌だったその森作りに関わっていくうちでどういうふうに気持ちが変わっていったのかみたいなのを伺いたいです。そうですね、はい、なんかやっぱりあの多分他のメンバーでは出てこないあれなんですけど、はい、あのファンの方、自分の推しメンのと一緒に作業するんですよ。お並ぶんですよ、最初に朝おひーちゃんの前に並ぶみたいな、でひーちゃんと共に1日作業するみたいな感じで、マッタの前とか葵ちゃんの前とか、赤ちゃんとファンのみんなじゃないんだ。あ、まあ、一応ファン全員一回でやるんですけど、1班2班とかで作業する内容が変わるんですよ、はい、区画が。なるほど、じゃあ主義だったりとか、最近推し班がっていうのが、そうです、そうです。でちょうど私がその6年ぐらい前のエコ隊長になった時に、あのさやか率が一人もいなかったんですよ。いや、そんな一人もいなかった。そんなわけないって。そう、いませんと一人もいませんって。エコ隊長の第一声が、はい、いませんだったの。そうですよ、めちゃくちゃ衝撃だから。なんかでもエコ隊長じゃなければこれを言うことすらできなかったので、ラッキーと思って。これはチャンスだと。はい、チャンスだと思って。さやか界復活のチャンスだったからね。ファンの人もいないし行きたくないみたいな気持ちで。なるほど。5年くらいやって、結構長くやったんですね。はい、でも頑張ってたんですけど、いよいよまあ0人と公表できたんですよね。そしたらあのすごいマッタンファンとアーちゃんファンがめっちゃ並んでくれて、へー、あの俺行くよみたいな感じで、セレッタのファンも手伝うよってすごく並んでくれて、もうそこからはあ、やっぱりみんなでやってる森作りなんだって気持ちがちょっと変わって。なるほど、なるほど、はい、大きな変化ですね、それはね。あ、そうですね、すごく私にとっては大きな変化で、あ、みんなでやってるんだ、ありがとうっていう気持ちになって、そこからはちょっと楽しくなってったりとか、あのしっかりしなきゃな自分もって思ったりとか。ちょっと面白いのがさ、そのアイドルの支援活動みたいなことをリンクしてるってことでさ、そうそうそう、それまではもしかしたら心の本当に奥の奥の奥底では全員がライバルで、この推し面の取り合いでみたいなとこだったものが、その、エコ隊長だったり森作りをきっかけに、はい、あ、この推し面、推し面も大事だけれども、赤城団全体としてみんなでこう盛り上げていくんだっていうことを、そうですね、理解したって感じだね、はい、あ、それ俺も今勉強になった。俺やっぱ、俺の前にわざわざ来て川島推しですって言われるとめっちゃ腹立つよ。そういうこともあるんですね。いやいや、それわざわざ言う意味って何って思うの。ってなるとこの人は俺の推理だと、これをわざわざ俺の前に来て俺に言うってことは、うん、多分俺が嫌いなんだろうなとしか思えないんだけど、意外とこう聞いていくと、はい、アンカミカが全体が好きで、うん、当然僕の前にも来てて、はい、でもどっちかというと川島推しっていうだけの話で、うん、で推しじゃない方の富所と何を話題にするかってなったら、私川島推しなんですよ、ついでちゃったっていうのがようやく理解できるようになったら、はい、その人のことを愛せるようになる。そういう話だね、はい、いや、森作り結構救われましたね、そういう意味で言うとね。そうですね、結構心境に変化を与えてくれた。その心の中が変わっていくからは、はい、森作り自体のいろんな作業みたいなのがやっぱ見え方が変わったってこと。あ、そうですね、私それまで鎌の使い方は教わらないんですよ、なんか具体的には。もう誰も教えてくれなかった。そうですね、あ、ファンも教えてくれないし、まあ、ファンもいないんで。そうか、なんで、あの、こうかなみたいな、綺麗なのかなみたいな感じで5年ぐらいやってたんですけど。長いんだよ、もうなんてこと。そこからは、もういろんな人、あの、マッタンファン、アーチャンファンが助けてくれるようになって、私はしっかりカマを使えなきゃと思って、あの、ちゃんと、多分こうだろうなと思いながら、しっかりカマを使えるように多分なったと思いました。人としてめちゃくちゃ大事じゃない、助けてって言えるようになったってことじゃないですか。森作りでそれを教わったってことじゃないですか。そうですよね、確かに。森作りなかったら今のブラインドアイドル的な立ち位置もめっちゃ困ってたかもしれないですよ。そうですよね、今のもう平気でさ、できないことできないって言えるでしょ、はい、これは手伝ってほしいとかね、はい、確かに、つながらないと、はい、つながってるっていうことね、うん、そうですね。で、今自体とかはどうなの、このそういうふうに心境が変化してって、はい、最終的には森作り自体はどんなふうに考えてるかみたいな、ゴール的な話ですね、現時点での。ああ、そうですね、あの私も森作りってなるとやっぱり森が育てば
それの終わりで、木が育ったところがゴールだとずっと思い込んでたので、今回ですね、人間相談室で一緒にさせていただいた中で、あ、これって、巡らないといけないんだっていうのを初めて知って、木は伐採などをして、こう使ってって、また植えてっていうのを繰り返していくってことを初めて最近知ったので、なんか、何かやっぱりできたらいいなとは。実際知ることって大事だなって言って、その知らなきゃもう考えも及ばなかったけど、知ったことでちょっと視界広がってね、可能性が見えてきたもんね。なるほどね。そういう意味で言うとね、ご自身のこの立場みたいなところもやっぱり知って、見えなくなって見えた世界が絶対あるじゃないですか。そうですね。そんなところだから面白いなってね、つながりがある気がしますけどね。森から教えてもらえるんですよね。そうですね、学びます。はい、じゃあそんなところも踏まえて、一期生お二人、じゃあさっきでした、ありがとうございました、ありがとうございました。で、一期生お二人にちょっと聞かせてもらったところで、改めて中学生メンバー、はい、聞いてみたいと思います。小学校2年生から、モーリス君に関わっていてということで、はい、どっちからちょっとお話ししてみますか。順番通りひーちゃんからいきますか。はい、じゃあどんな気持ちで、どんなふうなきっかけで、このモーリス君に関わったか、聞いてみよう。最初は、アカキラがそのアイドルがその森をモテるっていうのは知らなかったんですよ、はいはい、だから、アイドルが森を持ってるんだっていう驚きからそれどっち財産的な話が言ってたこのアイドルは森を持ってるんだみたいな富豪が山を持ってるみたいな感じですよね土地持ってる森って、はい、その関わってる、なんて言うんですか、はい、一般の、はい、なんかそういう人も作れる。そうだよな、普通関与することないもんね、はい、それを知ってまず驚きました、はい、そして小学2年生の頃、はい、初めてエコ活動に参加したんですけど、はい、その時は草刈りがその嫌だとかは思ってなくて、これ大事なことですよ、うん、小2の段階でやらせちゃえば嫌だなと思うことないんですよすごく大事なこと。小2でスイッチだったら触らせるから感覚がおかしくなるんですよ。小2で土いじらせるべきなんですよ。でもなんかその時は、はい、森を作ってるっていう意識はあんまりなくて、私はただ草を刈ってるみたいな、はい、そういう感じの意識だったんですけど、しかもエコ活動はその時から結構楽しみだったんですね。おー、なるほど。でもそれどういう意味で、それ赤木団と遊べるから会えるからとかっていう意味で。そうなんだ。やっぱエコ活動した後にレクリエーションとかお弁当を食べるのがあったんですけど、あ、それができるの楽しみみたいな感じで、エコ活はそういうそういうところが楽しくて、はい、草刈りとかも結構頑張ってたって感じだったんですけど、そう今はコロナの影響で、はい、そういうレクリエーションとかなくなっちゃったんです。できなくなっちゃったもんね。できなくなっちゃったんですけど、それでもなんかエコ活めんどくさいとかそういう気持ちはなくて、そのただその森を作れてるっていうことが、なんか自分の中で神様的な感覚になってたりするの。私は森を作ってる地球を想像してるんだ私は、ね、そういう感覚、すごいことしてるんだな、そういう感覚なんだ、すごいことしてるよと思って、うん、アイドルで、でも普通に生きてたって森をこう作れてる、森に関われてるなんてことなくって、大体専門家に全部起こった話して、うん、そこから出てくる水とか大地の恵みみたいなものだけを受け取るっていう我々はずるい生き方をしてるから、そんな中で関われてるっていうのはやっぱりそうだよね、はい、この感じるものがあるよね、うん、なんか学校の勉強とかとはまた違うものをこの自然の中の森の中のエコ活動から学んでたりみたいなこととかで感覚としてあったりするんですか。どうですか。通知用には現れない学びじゃないですか、これちょっと難しい質問だけど、ちょっとよくわからない。ちょっと何言ってるか分からない。何言ってるか分からない。サンドイッチまで。サンドイッチは富澤さんじゃないか。ちょっと優しめの富澤さんだと思う。で、だからさ、なんだろうな、もう都会にいたらさ、大地を触れることで、下手したら土触ることもなかったりして、虫とかも全部、いや、殺虫剤でピューって済むわけじゃんか。けど、自然に触れてると、そういうわけにはいかないのかみたいな感覚とかはあるじゃん。で、森作りもやっぱめちゃくちゃ大変でしょ。植えたらすぐグッて育つかって言ったらやっぱゲームと違うじゃん。なんだ、友達コレクション、違うな、なんだっけ、森とか作ったんでしょ。動物の森、動物の森とは違うじゃん。なんかそんな感じとかだったりするのかなと思って。
とよくわからない。どういう拍手？サンドウィッチマンがやった時に出る拍手を本家出ましたみたいな。そうか、だからとにかく気づくところがあって学びがあって、最終的にこのレクリエーション的に楽しいのがあると、辛いことも苦しいこともそんななくて楽しくやれてたというね。はい、そうです。 OK、 ありがとう。じゃあ続いて青ちゃんいっていいのか、どうですか？なんかエコ活初めて行くときは、なんでアイドルなのに山なんか行かなきゃいけないの？違う、そっちが良かった。ちょっと待って、アオちゃんとヒーちゃんはその小2のときにも赤木団だったの。まず俺そこからあるんだけど。そうです、小2だから。なるほど。じゃあ赤木団になってからこれに参加してるってことなんだ。あ、そうです。なるほど、はい。それで、はい、アイドルがこんなことやるわけねえだろうと思ってふざけんじゃねえ。しかもなんか前髪が汗でべっちゃべちゃになるし、すごいな、小2で逆に、なんだそのアイドル意識。隣にヘルメット平気にかぶってる先輩が大好きで、小2でアイドルとしての意識高くない？なんか地上では見たことないぐらい気持ち悪い虫が。なるほどね、虫も苦手なんだ。めっちゃ嫌なんです。全然向いてないじゃん、そういう意味で言ったら。超都会っ子じゃん。めっちゃ虫が嫌で。東京の方ですか？あ、違います。渋谷で住まわれ、渋谷で生まれた方ではなくて、群馬生まれなんですけどね。そうか。でも苦手で、はい、苦手で、なんか最初はあと、まずなんで森を作ってるのかっていう理由が分かんないから一番嫌だったんですよ。あ、なるほどね。でもなんか、あの最近になって、なんかなんか森が私たちは何育ってない時にはいなかったから、その大変さはお姉さんたちより分かってないけど、でもなんかどんどん育っていく喜びっていうのはお姉さんたちと一緒だから、共有しながら成長の喜びみたいなね。そうだから、それのおかげですごい最近は、あ、エコ活動がなんか楽しみだなって思えるようになりました。成長の部分にじゃあ喜びを感じて、育てるっていう楽しみみたいなことなんだ。そうです。あと、そう、赤木団やってなかったら、もう絶対森とか作ってないから。いや、そうだよ、ね。だってめちゃくちゃ嫌がってる。虫も嫌だしね。あんま虫のこと、地上の虫が言わない。神様目線だって言うから。地上の虫が。あんま聞かないようやろ。だから、そういう意味では、いい経験をさせてもらったな、みたいなことになってんだ。そうそうそう。なるほどね。じゃあ、ひーちゃん、あおちゃんにお話伺いました。ありがとうございました。すみません。番前の場合はめちゃくそうにしてる人が一番います。はい、いますね。あーちゃん、どうですか、ここまで4人のお話聞いて発表した感じ。私はその2人のフリ嫌なんですけど。いやいや、せっかくだから、あのクラットにでいいよ、この4人が、うん、私はいいですよ、私役目があるんですけど、リポーターの方の役割でいいよ。そうなんですよ。リポーターの方の役割もまず大事なんだけど、インコ、あーちゃんの目線から見て、この4人の立場、正直4人それぞれ森への理解が方は全然違うね。でも、やっていく過程で楽しみをそれぞれの形で見つけて、なんか学び気づきに変えてるっていうのはすごく面白いなと思うんですけど、あーちゃんどうですか？あれ、意外とあいつが一番喋れねえんだよね。ちょっとよくわかんない。いや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 、先輩の先導を使わなくていいです。まあ、いや、そうそう、隣とちゃんと話してよくわかんないです。超高級テクニックじゃないですか。あ、もうすぐ行けと。あ、そうか、指示が出ました。今回の会場のファンの皆さん、さらに人間関係者の、いろいろこの森作りを教えてくださった方にちょっとお話を伺うということで、はい、じゃあ、ね、リポーターのあーちゃんお願いします。はい、では会場の皆さんもヒヤヒヤしといてくださいね。はい、あーちゃんがインタビューしに行きますから。あーちゃんが参加してる人とかも分かってると思うでしょ。あ、もちろんです。あ、この方はもうでずっといるなとか、最近来てくれてるなとか分かるので、でもその前にですね、はい、この、あ、いつもお世話になってます先生方、すみません、あのいつも赤木団の森ありがとうございます。皆さん、先生グループ先生方に大きな拍手をお願いいたします。いろいろ教えてくれたっていうのが分かるんだけど、俺会場入ってきて、はいはい、まず一言目が寒いだったんだよ。とにかく会場を冷えてて、何これって思ったの。
言ったらさ、いや会場の中は確かに寒いですけど外はあったかいんでって謎のサイトを書いてて、それも難しい、難しいでしょ。話をしてたらそこの先生方の、奥様ですよね、がもうカバンの中から北海道出してくれて俺に渡そうとして、すごい冬なんですか。そうそうそう、冬のあまり、冬のあまりがたまたま入ってたんだって。そんなに優しい先生方って、はい、わかりました。では先生方、あの赤城団の森を作るって聞いたとき、最初、率直な印象どうでしたか。あ、すみません、あの私は途中から、はい、あの草刈りの団体からいつもあの現場に草刈りを持っていた一人なんですけど、はい、あのでもアイドルっていう子、まあ、はっきり言ったら自分の子供よりももっと若い、孫に近いですあの人たちが あまり関心持ってくれて、非常にこう、新鮮な感じだったんですよ。あ、それは嬉しいですね。逆はなかったんですか。こんなアイドルなんかに山なんかできるわけないだろう、森作りなんかできるわけないだろうっていう方は。いや、やっぱり最初の時は、はい、確かに、どこまでできるんだろう。そうですよ、どこまで本気なんだろうとかありますね、やっぱりね。ただやっぱり回数が重ねていくうちに、みんな真剣にやってくれるし、一緒に来てくれる。はい、ファンの方たちも。ファンの方たちも一生懸命やってる。すごいな。そこはやっぱり発信力っていうか、はい、それはなんか自分たちがやった活動とは違う。そうですよね。あの人間の方たちが行ける道、できることと、はい、多分アイドルの森作りっていうので、またやれること全然違ったりしますからね。なるほど。これ面白い経歴かなと思って。ちゃんと汗水垂らして前髪をベトベトにした、そういう成果があったってことですよね。はい、いかがですか。あ、私もあの最初からいろいろ関わらせてもらってるんですけども、実は今日びっくりしたのは、アイドルの皆さんがこんなにですね、森作りにまあ関心というか興奮してやっていただけたのかなと思って、非常に実はびっくりしてます。本当にありがとうございました。いやいや、実際なんですけど、こうやってアイドルたちは自分たちのなんかアイドル人生を通しながら、自分たちの人としての成長を踏まえながら森作りと向き合ってるなっていうのは、一おじさんの立場としてはちょっと思ってたりするんですけど、はい、森に向き合うっていうのは実際あの林系の方たちもそういったところはちょっとあったりするんですけど、どうなんでしょうか。最初赤城団、当時 AKG っていうふうに言われてたんですけど、赤城団が、まあ赤城団ですからせいぜい10名かなと思ったら、なんと780名、いっぺんだって実はびっくりしました。はい、で皆さん、先ほどは班ってはあったんですけど、班に分かれて非常に楽しく、我々もどっちかというと森作りと地味なんで、はい、面白いとしていろいろやろうとしてたんですけども、はい、皆さん大変楽しそうにやってるんで大変嬉しく思ってます。今後ともぜひ続けてよろしくお願いします。いや嬉しい、ありがとうございます。お互いにというか、人間の方にもこの赤城団の森作りが刺激になってるってめちゃめちゃ嬉しいよね。いろいろ本当に教えてくれて、この木は何でしょうとかクイズも出してくれて、本当に人間が楽しめるように、作業しやすいようにやってくださるんです。向こうもそれこそじゃあエンタメ性みたいなのをちょっと勉強したりして、あ、ありがたいです。裏ではお家で自主練とかしてるんですよ。なんか上手に喋ってくれるんですよ。あ、なるほどね。すごくわかりやすく。富所さん、すみません、あの一応林研大学の、ね、森林インストラクター会 の講師の皆さん、あの一番の赤城団さんが一番の初期の頃からですね、あの講師をしてきて、森林インストラクター会、はい、森林インストラクター会の皆さんだ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ先生方ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手を。ありがとうございます。よかったら、ね、これが赤城団じゃなくて一歩間違ったアンカムーさんだったら2班しかできなかったし、その2班も両方ともめっちゃ少ないし、川島の方はちょっといたかもしれないけど、俺の方はゼロだったから。そうなんですよ。とりあえず頑張れみたいな。あ、ではね、メンバーにもちょっとインタビューしてみたいなと思うんですけど、そう、あんちゃんいかがですか。はい、発表やディスカッションとして思ったことなんですけど、はい、森を守るための活動が豊かな自然作りにつながり、地球温暖化や気候、脱炭素と次世代につながるための大切な活動であるということがとてもよくわかりました。なるほど。はい、
で、赤木団の森エコ活動をこれからも大切に続けていきたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でもこれやってないと、これやってなかったら、これぐらいモテなかった目線なんだろう、確かだよ ね。それが世の中的にもうやっぱり地球がピンチで、すごく何をやるにしろ求められてる中で、赤木団はね、いち早くそこに目を向けれてるっていうのは、やっぱり一つアドバンテージですよね。ゆなちゃんはいかがですか？はい、私もあのパネルディスカッションとかみんなの話を聞いてて、はい、あの私もそして楽しみだなとか、そのデカが楽しみだなとか、この森づくりに深く関わるっていうことを意識してやってなかったんですけど、はい、まあ、そうだよ普通、はい、ただこうやっていくうちに、はい、なんか私あの個人の話になっちゃうんですけど、こう私の家庭ってかなりインドアな家庭なんですね、はい、だからこうもし私が赤木団に入っていなくてアイドルをやっていなかったら、うん、まずこう山に、まあ、なんか山とか森に行っていなかったんじゃないかなと思うと、そこに直接関われる機会がこうやって今あるっていうのがすごくこんなにも貴重なことなんだなっていうことをすごく学びました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆなってさ、ちなみに地元の後輩だからね、あれだけど、その森とさ触れ合っててさ、なんか自分の中で変わった感覚とかがあったりするの、どう思ったの？この道歩いて例えばさ、花とかに目向けるようになったとか、なんか人に優しくできるようになったとか、なんかそういういろんなあれがあるかなと俺自身は思ってて、どう？そうですね、なんかやっぱり私あの桐生出身で、はい、レッスンとかは基本冷凍前橋高崎が多くて移動時間がすごく長いんですね。なるほど。なのでそこで結構森っていうか 木々の間を通ることが多くて、はい、あそういう時にこうどっかだねなんかコモの森みたいなのが通るんですよ、なんかそれで、あこの木たちはなんか妖精なのかな妖精なのかもしれないです。妖精なのかもしれないです。いけるか。はい、なんかあのその通ってる時にこうなんかたくさんの今エコ活動で木々の中でやるので、あこの自然たちもたくさんのこう時間や人たちの助けでこう育ってるんだなと思うと、あ尊いなって思うようになりました。すごく素敵な言葉ですね、尊いね、はい、あなんか拍手が、ね、素晴らしい。お二人ありがとうございました。ありがとうございます。本当にさ、日常で当たり前のものなんて何一つないっていうのが、意外と森作り の大変さとかを再現すると分かったりってして、これ最近よく話すんだけど、俺らのお父さんお母さんって何人？ 2 人じゃんか、はい、おじいちゃんおばあちゃん何人？ 4 人じゃんか、はい、全然すごい頭で塗ってんだろう。でこれを1000年遡って鎌倉時代ぐらいまで行くと何人になるか知ってます？1億4000万らしいんですよ。たかだか1000年遡っただけで、俺たちの今ここにあるもう当たり前、生きてて当たり前の命って思ってるやつは1億4000万分の願い、1億4000万人分の願いと思いとか全部積み重なってあるってなったら、めちゃくちゃ尊くなります。確かに。だからつながり知ると意外と尊くなるっていうのが、森作りから俺は学べるかなとか結構思ってて、はい、関わってもらえるの本当いいよね。口だけに偉そうなやつですけど、そうサモメルはいかがですか？サモメル、はい、すみません、赤木団のサモメルです。あの私 もですね、あの赤木団設立当初からいたメンバーではなくて、はい、私はあの途中加入したメンバーなんですので、はい、あのね、本当に今日のお話を伺ってもさらに思ったんですけど、はい、先駆者の方、パイオニアというかやり始めた方って本当に大変なんだなって。なるほど。それ一期生のことを言ってる、ね、一期生の方もですし、はい、アイドルを巻き込んで森づくりをしようっていう、はい、その森づくりの会員の方ですとか、なるほど、それこそアイドル受け入れてくれた方たちだよね、うん、先生とか新宿の方とか、はい、皆さんこのプロジェクトを始められた方、吉田さんも含め、なんかそういう方って本当にあの成功するかどうかもわからない。そうだ、だから言ったら頭の上にハテナが全員浮かんでる状態になってた。そうです、頭がハテナでの状態でもこうがむしゃらに頑張っていかなくてはならなかったんだなって思って、そういう先駆者の方って本当に大変だったんだなって思うんですけど、はい、あの私はあの途中から入った身なんですけど、最初にエコ活動に行った時の思いは、もう森を作ってるとかそういう何ですかね、大それたことは思えなかったけれども、集まってらっしゃる人数とやってることの凄さに、あのとにかく頑張らなきゃみたいな、あの先輩方が巻き込まれたんだ、ね、先輩方が続けてきたこの活動を怪我してはいけないなみたいな
それで笑ってるんですよね。すごい感覚だなと思って、使命感みたいなさ。本当それだったんですよ。本当にご迷惑をおかけしちゃいけないみたいな気持ちだったんですけど、それって皆さんが本気で挑まれてきたことって、あのその一番気がね育たなくて、生き材とかその伝説とかを頑張ってらっしゃるところを見てなかったとしても伝わるんだなって思ってたんですね。なのでこの本気でたった2個私の代、この代でもそれを感じるから、この活動を続けていけば赤城、また今の私たちじゃない世代も続けてくれるんだろうなって思ったのと、あとは今日の講演会を聞かせていただいて、森ってあの私の勝手なイメージ、森というか自然って人知を超えてるというか、はいはいはい、逆に人間が行けば行くほど怪我しちゃうみたいなイメージがありました。コントロールできるもんじゃないみたいなね。そうですね、こうやって赤城団に入って、はい、こうやって森と関わらせていただく前は、あの自然的逆にこう、ね、突っ込む人間が入っていくと汚してしまうって思ってたんですけど、こう勉強させていただく中で、あこのハッとさせられたのが、人が森も人を育てるし、人の手が入らないと森が育たないっていうことに本当驚きまして、あの、ね、人も森を育てられるんだっていうのも、こう赤城団に入ったおかげで一般のね、普通に知ったら私は知らなかっただろうなっていうことを入れたっていうのと、まあ、あとはすげえ学んでるな。すげえ学んでるな。俺らそんなモチベーションで話してないよ。結んでなくトーク回しただけだよ。こっちより学んでんじゃん。なんだその吸収力は。最後に、あのね、陸の豊かさを守る SDGs の、はい、それだけではなくて、本当に私たち意識を育てていただけてるなって、ここの SDGs の意識を育てていただけてる活動で、それに携わらせて、いや、いいですね。携わらせて、いただけていて、本当にありがたいし、嬉しいなって思いました。いや、素晴らしい、拍手。でもこれさ、一、はい、個このアウトプットをさ、意見を出そうとして多分3人聞いてたじゃない、うん、このアウトプットのために聞くと、うん、こんだけいろいろ考えるっていうのもすごく大事で、だからなんかファンの皆さんもしかしたらマイク向けられるんじゃないかってドキドキ言いながら聞いてると、向けられた時に何か言えるようにしようってなると意外とね、集中力増して聞けるんですよ。だからこれからあの皆さん、あの宴会行った時に最後の乾杯の締めの挨拶が自分に回ってくるって思って飲み会参加したら結構変わりますよ、ね、これ結構あるあるですよ、はい、じゃあ会場にファンのみんながたくさんいるということで、はい、あの貴重な女性のファンが、はい、いらっしゃるので、ありがとうございます、はい、じゃあぜひお名前とどこから来たお願いします。隣町から来たマンテンちゃんと申します。マンテンちゃんです、はい、拍手お願いします。急にあだ名でいけるマンテンちゃん。今までの赤城団の活動を見てきて、今日どう思いましたか？赤城団がエコ活をやってるっていうことがまずすごいな、はい、それ後から知ったんですか、やっぱり。そうですね、赤城団ってことでアイドルがいて、うん、群馬を盛り上げてるっていうのは知ってたんですけど、はいはい、赤城山に土地を持って育てていく、土地を持ってないんだろ、土地を持ってないの、持ってていくすごいなっていうので、で、じゃあ都会にいたらそれができるかとか、都会のアイドルがそれをやるかって思った時、はい、絶対にやらないって思ったんです、うん、だけどそれぞれメンバーのいろんな思いをあったと思うんですけど、今12年間エコ活を続けてる、継続をしていることで、またさらに続けていこうという意思がある赤城団とそのファンがやっぱ素晴らしいなというふうに思いました。マンテンちゃんはちなみにこれエコ活動参加されたことあるんですか？エコ活動それがなくて、あーじゃあもう今日きっかけだそれ、はい、でメンバーのみんなと一緒に前髪バラバラにしながら、はい、になりながら可愛い格好できないけど、はい、その一つエコ活 SDGs に関わることができれば、はい、なんか赤城団のファンとして一個またちょっとランクアップできるのかなって思いながら今日お話を聞かせていただきました。いや、いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。でも実際ね、こういうきっかけでそういうふうに参加してくれて嬉しいですよね。嬉しいですね、ありがたいです。
なんか大物女優みたいだな。あちゃん。ずっと思ってた。このライトを当てられたらなんか。照明これ以上ないと私は出ませんよ。私はその窓を当ててくださいあの実は県外からも赤城団のファンの方がたくさん来てて、はい、こう県外ファンが、ね、こうわざわざ来て、はい、赤城団もやってくれてんの？赤城団もやってくれてんの？そうなんですよ、県外からわざわざ来てですよ。じゃあ理由聞きたいな。そう、森を作るということは県外から来てる人手を挙げてください。あ、もう挙げたくない、もう挙げたくない。その中でも挙げてる2人がいますけど。いや、いいよな、知らばくれりゃ挙げてくれるのが優しいと思って。わからなくてもチェーンだ。マジ、はい、すごいね。え、結構いるんですよ、あっちこっちからね、じゃあ、赤城団ならではのこう、ね、差別化が伝わってるってことなんでしょうね。ちょっと、あの、エコ活動に参加されてみてとか、そんな辺のお話を伺いたんですけど、はい、はい、私は去年からエコ活に参加させていただいてるんですけども、はいはい、あの、中に国に戻してると、基本的に森って勝手に育つのかなって、はい、思ってますよね、さすがね、はい、で、そのエコ活動を始める前に、その説明とかがしたくて、はい、基本的に手を取られた、職員したりとか人は手を引く、人手で手を引かないと育たない、はい、先ほどの話もありましたけども、結局簡単には育たなくて、はい、草刈りとか引っ張っていかないと育たない、はい、で、その上でやっぱり自分も協力していかないといけない。ご自身の中で学び気づきみたいなのやっぱり結構じゃあったわけですか。今まで知らなかった領域ですもんね。多分目を向けることはなかったところをアイドルを通して。ちなみにですけども、赤城団がいなかったらエコ活動をしてたと思います。いや、多分してなかった。そういうことですよね。それが一つ大事な入り口と僕も思うんですよね。で、実際じゃあこのエコ活動の中で、まあ、赤城団と一緒にこう楽しみながら、赤城山っていうね、縁もゆかりもない山に関わっていただいてるわけですけど、それ自体は楽しいんですか、どうなんですか。そうですね、はい、はい、まず、千葉からまず群馬に来てくること自体はまずなかったので、はあ、そこからどうやって、実際と赤城山だからそれまで行ってもしなかったことが、これだったんですけども、やっぱり行ってみて、まあ、実際これに関わっていって、はい、で、このメンバー、赤城山のメンバーも含めて、一緒に草刈りして、楽しさ。焼けた森を育てるといったところに協力できるというのが嬉しい。単純な興味で聞いていいですか、はい、ライブ見た方が良くないですか。いや、でもライブ基本的にはライブもいいけど、はい、ライブもいいですけど、まあ、この朝日団がかかっていると全てがあると、まあ、新鮮で、メンバーの多くが見れてるみたいなところもあったりするんですか。どうなんですか。ここマイク取り上げられました。すいません、はい、が僕じゃなくてもっと上から来たので、はい、5分でおまとめいただければなと思います。よろしくお願いします。え、もう1時間経ったってこと。めちゃくちゃあっという間だったな。とにかくあれですね、じゃあ、美しい森自体にこう、ね、向き合っていってこだわっていくということで、メンバーそれぞれにも学びがあったということで、はい、でまあ、多分アイドルファンだけじゃなくて、いろんな方がこういったね、いろんな入り口を通して森とか、あと自分の普段の生活みたいなところにとも関わっていく、目を向けていくということは大事なんだろうなと思いますので、まあ、一つの入り口として、ね、赤城団には、ね、頑張り続けてほしいなと思います。で、改めてじゃあ最後に一人一言ずつ、ちょっとあの感想みたいなところを言ってもらいたいなと思いますので、いいですか、中1メンバーから聞いて、はい、聞いちゃった。はい、感想。はい、私は今日を通して、はい、この森づくりはそのメンバーだけじゃなくて、もちろんファンの方が含めいろんな方に協力してもらっていてできてる森っていうのを改めて知ったので、これからそのいろいろ森を作った後のこととかも考えてるじゃないですか、はい、そのことをもちろん自分たちも考えていかなければならないかなと思いました。ありがとうございました。すごいね、本当にもう一回共に成長してるね。本当に。じゃあ、青ちゃん。なんか今日改めてまた森のことを深く再確認できたっていうか、
あとお姉さんメンバーたちがどう考えてたかもよく分かったので、なんかすごいこれからの演奏活動がより楽しみになりました。お姉さんメンバーたちはどう見えてるの？やっぱり大きい背中なの？あ、そうですね、なんか安心感、安心感があるんだ。ちなみに、あおちゃんは今は虫は好きなの？あ、いや、全然好きなの。ガラス虫は嫌いなんだって、すごいね。状況は変わってないけど、考え方だけ変わりました。あ、面白い。それを自分でちゃんと認識してる中1で、すごいけどな。本当に神だな、私ね。じゃあまた。はい、皆さんとね、本当に長年もう作り続けてきた、はい、続けてきた活動なので、これからもね、あの形を変えてでも、なんかちょっと新しい形で森づくりをしていきたいっていう思いも、やっぱこうまた再確認というか、はい、なった今日なんですけど、あと環境 SDGs ファシリテーターから言いますと、やっぱり皆さん何をしたら、地球のためにね、何をしたらいいんだろうっていう思ってる方の方だと思うんですよ、はい、私もそうだったし、っていう皆さんにお勧めしたいのが、赤城団のエコ活に来れば、もうその環境のために SDGs になることができるっていう面では、本当皆さんに来ていただきたい活動なので、はい、皆さんのお友達とか、なんか周りにいる人とかにも、皆さんが声をかけていただいて、そうだよね、かけていただいて、次行ってみようかなとか、初めてだけで行ってみようかなとかっていうのを、なんかそういう皆さんのなんかこう、できる SDGs のやっぱ入り口になれたらいいなと思うので、皆さんにこういう活動っていうのも発表していく機会が増えたらいいなって思います。素晴らしい、はい、めちゃくちゃいいことですね。やっぱり環境とかみんなに、はい、拍手だ、はい、連れて行きたいし、みんなに興味を持ってもらいたい、おすすめしたいけど、やっぱ本当に間違ったことはないけど、うん、ちょっとその人に合わないとこ連れてっちゃうと、やっぱ私はこういうのダメよってなっちゃったりするけど、こうまず楽しいが大前提だったりすると、入り口としてはすごくあれですよね。じゃあ最後、エコ隊長にまとめていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日なんか、なかなかしない話もしてしまったので、ちょっとなんか恥ずかしかったんですけれども。まあ、そう、いきなりもう出してたけどね、多分そう、でもなんか、そんな中でもやっぱ12年間続けてこれたのは、本当にファンの皆さんも一緒に頑張ってきてくれてるからだと思います。はい、そして最初の頃はね、なんでこんなことするのかなと思いながら始めたエコ活動も、だんだん木が育ってきてね、楽しくなってきたなって気持ちと、そして今日みたいな、まさかこんな講演会などがね、させていただける日が来るなんて、本当当時は全く思ってもみなかったので、こうやって少しずつでも、実際に森に行ってエコ活動をすることも、あって、そしてこうやってお話を聞いていただける機会もあったりするなんて、本当に私たちは恵まれてて、素敵な顔を設けさせていただけてるなと思っています。そして何より、あと2023年4月もうエコ活動始まります。なるほど、はい、なるほど、今年第1回のエコ活動が、これだからその第1回でまたね、今日お越しの皆さんが一回誘っていただいてっていうね、はい、大々的にやれれば。そうなんですよ、多分先ほどね、まだ行ったことはないよって方もこの中にはきっといらっしゃるかと思うので、私たちがね、こう前髪を散らしながら、そして青春が虫を嫌がりながら、ひとみちゃんはね、もう大好きな釜を振りかざしながらやっていますので、トマッターはきっといろんな話をしてくれると思いますので、ぜひいろんな人を誘って来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、エコ隊長、最後になんか年中の締めみたいなのがあるか、これから頑張るぞみたいな、なんかそんなんですが、最後やってもらっていいですか、締めです、それで終わりたいと思います。はい、じゃあ、トークコーナーでございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。エコ隊長の最後の年中の締めで終わりたいと思います。じゃあ、いつも朝礼でやるやつなんですけど、1、2、3って言ったら、ダーンって。ちょっと前からやってるやつですね。はいはい。めっちゃ